はい、どうもー。今日は2019年の4月23日です。で、時間はね、夜10時25分です。はい、そんな中、お送りしております。今日の愛妻弁当。ドーン。こんな感じですね。で、今日はね、防府市内のとあるスーパーの駐車場で休憩をしております。まあ、夜間入れるんでね。で、民家からも遠いので、まあここでちょっと休憩しようかなと。で、他の車というかね、危なくないんでね、路上に止めますとやっぱりね、危ないんでね、夜は。なので、今日はスーパーの駐車場の中からお送りしております。はい。で、今日の愛妻弁当、こんな感じです。まあ、昨日の飲み草しですけどね。これは、この綾鷹さんは飲み草しってわかりますかね。山口弁、防府弁なんかな、これは。まあ、飲み残しですよ。飲み残しのことを、私たちのこれ防府の方ではね、飲み草しとか言うんですわ。はい。そんなとこでーす。じゃあ、今日の愛妻弁当を。はい。いつもの可愛いスヌーピーです。これから蓋をはぐっていきまーす。はい。ドーンと。そんな感じですね。で、内容はですね、わかめのふりかけですよ。わかめのふりかけ。わかめの、しそわかめか、これはね。何わかめだ、これは。まあ、わかめのふりかけに、これはちょっと何でしょうかね。コロッケみたいなですね。に、赤ウインナーと。小学生に人気ですよ。小学生というか、普通のおじさんも好きなんじゃないのかなと。で、コロッケ揺れてるでしょ、今ね。ぽやん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 と。まあ、それもそのはずですよ。トラックの中は微妙に振動で揺れますからね。あと、なんだこれは。これはなんかわけのわからんもんです。で、ちくわ。これは、うちの奥さん、しょっちゅうね、これなんかね、なんだこれ、チーズかなんか入ってんのかな、これね。なんか、得体の知れないものを入れております。まあ、感謝感謝ですよ。旦那が飽きないように、なんかいろいろ工夫しております。今日はね、異様に腹減りましたよ。なぜか異様に腹が減りました。なのでね、これもしかしたら、これ足んねえのかのと、足んねえのかのと、足りないのかなと思っております。でもね、感謝していただきますよ。それでは、今日の私の愛妻弁当の披露は終了でーす。今からこれを食らいます。お昼からも頑張っていきます。今日はね、5便走るんでね、ちょっと大義なぁと思っております。まあ、それ、しょうがないです。はい。では、この動画は以上になります。今日も皆さん、安全運転で行きましょう。行ってらっしゃい。